前回、名古屋市営地下鉄の新線構想について取り上げました。今回は、その続きというか、関連した内容になります。主役は、上飯田線という路線になります。皆さん、駅の案内板を見て、このように思ったのではないでしょうか？なんか本数少なくね？確かに、地下鉄という括りの中では、少ない本数になっています。15分間隔ということで、新快速と同じになっています。東京や大阪の地下鉄が5分間隔で走っていることを考えると、相当少ない本数ですね。ですが、上飯田線には、もう一点、スペシャルなところがあります。区間が一区間オンリーとなっている点です。というわけで、皆さんこのように思ったのではないでしょうか。おい、なんで一区間だけ地下鉄なんだよ。ウプ主のおっさんも、上飯田線の存在について知ったのはつい最近ですが、こんな感じに思ってしまいました。そんなわけで、軽く調べてみました。上飯田線は、平安通り駅から上飯田駅までの800メートルの区間を走ります。ですが、上飯田駅からは名鉄小牧線へつながっています。実際の運行体系について、ピンク色の電車はこのように申し上げるかと思います。犬山まで行くぞすべての電車が小牧線へ乗り入れ、上飯田線と小牧線の違いについては、運賃制度以外にはないと言っても過言ではありません。まあ、簡単に言うと、南海電車と仙北高速鉄道みたいな感じですね。上飯田線は、20年前にできた新しい地下鉄ですが、名鉄小牧線ができたのは90年前です。当時は、名機鉄道という会社がありましたが、この会社が小牧線を運営していました。ですが、皆さんこのように思ったのではないでしょうか。この時は市内までどうやって行ってたんだよ。当時、上飯田駅からはバスが出ていたみたいです。小牧線の終着駅からはバスに乗り換え、名古屋市内と行き来していた感じです。ですが、バスでは物足りないとのことで、名鉄の前身はこのように言いました。路面電車の申し込み用紙を出すぞ。路面電車の建設許可願いを提出しました。そして、国から OK が出ました。この頃になると、名義鉄道は名鉄になっていましたが、名鉄はこのように言いました。ちょっとお金がないな。はい、後回し。お金の問題から、プロジェクトは後回しにしていました。そんな中、名古屋市がこのように言いました。おい、何サボってるんだよ。早く作れよ。周辺は、都市化が進んでいたことから、名古屋市は、早く作るよう、名鉄にクレームを入れました。これに対して、名鉄はこのように言いました。じゃあそっちで作って。名鉄ではなく、名古屋市の方で建設するべきと言いました。路面電車の建設許可の OK は名鉄に出ていましたが、それも市に譲ると言いました。そうした結果、名古屋市はこのように言いました。はぁ？うん、わかった。こうして、名古屋市電として建設され、路面電車が大曽根から上飯田まで建設されました。これが、御成通り線というルートです。まあ、そんな感じで、上飯田駅接続で、2つのレール方式の電車ができました。ただ、戦後の高度経済成長期になると、路面電車はオワコン化していきました。名古屋市も例外ではなく、市はこのように言いました。路面電車いろいろ面倒だな。それに比べてバス楽だな。路面電車は、渋滞の元となっていたり、路線網を増やしたり減らしたりするのが難しい点に悩んでいました。一方、バスのメリットにも注目しました。バスは小回りが利き、いろいろと楽でした。というわけで、名古屋市はこのように言いました。路面電車、全部廃止しまーす。路面電車をすべて廃止にすることを決めました。そして、御成通り線も例外ではなく、廃止されてしまいました。こうして、50年前の時代には路面電車が消滅し、上飯田駅から市内へはバスで行くしかない感じになりました。その一方、名古屋市はこのように言いました。北部エリアちょっと鉄道なくて不便だな。名城線作るか。名古屋市の北部のエリアは鉄道がないとのことで、名城線を大曽根駅まで作りました。こうして、平安通りまで行けば地下鉄に乗れるようになりました。ただ、上飯田駅とは800メートル離れているため、小牧線そのものは
不便なままとなりました。ゆえに、人々はこのように言いました。小牧線不便だな。沿線にはあまり住みたくないな。小牧線沿線の都市化はそれほど進みませんでした。名鉄の都心直結型の路線の中では、比較的ローカルな感じが漂うこととなりました。とはいえ、世間の人たちはこのように言いました。おい、もっと市内まで延伸させろよ。小牧線を名古屋市内まで線路を延伸させてほしいとのコメントは途絶えることがなかった模様です。上飯田線の具体的なプランが出てきたのは約30年前のことでした。国はこのように言いました。上飯田から丸太町まで地下鉄あったらいいな。運輸政策審議会答申というミーティングが開かれ、作るべき名古屋の地下鉄路線網のプランが出てきました。ここで地下鉄上飯田線の計画が登場しました。そして名古屋市がこのように言いました。平安通りまで地下鉄でつなげるぞ。こうして今の上飯田線の具体的なプランができ、その約10年後に開業しました。ところで上飯田線の最終的な市内側のゴールは丸太町となっています。ですがこのプランについて名古屋市はこのように言いました。名古屋ちょっとオワコンしそうだな。地下鉄作る余裕ないな。オワコンというワードは言っていないかと思いますが、人口減少が予想されていると言いました。今後は地下鉄を使う人も徐々に減り、地下鉄全体の収入も減ると予想しました。そうした事情から新規で地下鉄の建設はやめるといい、上飯田線の延伸も消滅した感じです。その結果、上飯田線は平安通り上飯田間の一駅のみのまま今へと至るわけです。こうした流れから日本一短い地下鉄ができたわけですが、皆さんは何か感想ありますか？以上、上飯田線についての大雑把な解説でした。なお、この動画には間違った内容や作成したおっさんの意味不明な想像が大いに含まれていますが、この辺は許してくださいね。大変お待たせいたしました。上飯田線の丸太町延伸の話ですが、正確に言うと消滅ではなく白紙状態となっているみたいです。というわけで書類上はまだ構想として残っています。そんな状態について感じた点があります。ウプ主のおっさん、このように言いました。上飯田線の延伸計画は上飯田言って